メジャーリーグ復帰を目指してメキシカンリーグでプレーする元 DeNA、トレバー・バウアー投手があまりの無双投球に審判団からチェックを受けた。バウアーはここまで7試合に登板して無傷の5勝、防御率 1.50、47奪三振と圧倒的な成績を残している。元サイヤング投手とはいえ、あまりの凄さに待ったがかかった。試合中相手側が、グラブに異物が含まれているのではないか。調べてくれ、と懐疑的になり、審判団がマウンドにやってきてバウアーの青いグラブをチェック。私は何も持っていない、とバウアーは検査に応じ、違反のないことが確認されて投球は継続された。自分で粘着物を付着させているって発言してたし、全て自業自得やろ。ここでバウアーが粘着物使って投げてたら、見つかった時メジャー復帰が 100% なくなるから、逆説的に言って使うはずがないんよな。女性との問題は落ち着いたけど、粘着物問題は落ち着いていないし、アメリカファンはどうバウアーを見るか、チャンスを与えるメジャーのチームはあるかだな。バウアーがまた粘着物ネタで擦られてて笑ってしまった。でも擦ってる間はメジャーリーグ帰れないんじゃないかな。彼は基本的にメジャー復帰を強く望んでいることは間違いない。日本では良い人的な行動や発言でファンの心をつかみ、ある程度の活躍で今でも日本球界復帰を期待してる人が多いと思うわ。バウアーのメキシコでの活躍やメジャーリーグ復帰などはどうでもいいのだが、敬意を忘れて安易に日本球界復帰を望むのは稚拙に感じるし、個人的には復帰は望まんわ。一野球ファンとしてバウアーがメジャーで投げているところを見たいけどな。日本人をバカにする発言やらアメリカでの数々の問題やらいろいろあるが、それらを含めて個性、プロだと思うんよな。日本よりもメキシコで投げた方がシーズン途中でメジャーから及びがかかった時動きやすいからなんかね。8月のトレード期間中に何か動きがあるんじゃないかと見てるんやが、粘着物質の件も、米兵の件も、バウアーは自分はこう思ってるってことを大々的に発表しちゃう性格だからな。ただマウンドでのパフォーマンスは本物のメジャーリーガーだった。